ホモサピエンスの皆さん、トレーニングお疲れ様です。バズーカ岡田です。えー、今日はですね、プロテインマイスターであり、 プロテインレシピ研究家の花太さんにお越しいただきました今日はよろしくお願いしますお願いしますこれを見ているですね、ボディビルダーあるいはボディビルダーに進化したいホモサピエンスの方はですね、今日のゲストは一体何なんだと思われると思います <laughs> 花太さんもそれを警戒して来られた、はい、ということなんですけれども <laughs> 私の意図はですね、ボディービルダーに情報を提供するはもちろんなんですけれども一般のホモサピエンスの方にボディービルダーという体づくりのプロの情報を わ、えー、かりやすくそして使えるものを、えー、教えたいという気持ちでやっておりますで、花音さんは、えー、そのプロなんですよね一般の方に対してどうやってプロテインを取り入れていくのかどうやって痩せていくのかっていうことを、えー、ご提供しているということなので今日は、えー、私の希望で来ていただきましたありがとうございますありがとうございますあのスポルテックでお会いして、ね、いろいろ話聞いて、はい、インスタ見たら面白くてプロテインダイエットで15キロ絞ったと,、はい、ということを見てあ これは一般の人に確かに受けるなというふうに思って、うん、<laughs> 一般の人が考えているプロテインの悩みとかは、私たちはもう理解できないんですよ。プロテインが当たり前すぎて。ねはい、なので、今日は花音さんからその一般の方はこう考えているんですよっていうのを伺いながら、うん、あ、なるほどと、で私だったらこう考えますよっていうことをお伝えできればですね、一般の人がプロテインをどうやって取り入れるのかとか。 そういったところにつながっていくんじゃなないいいかとと思ってますうことで、えー、産後ね太ってしまって1 5キロプロテインを使って痩せていく中でさまざまなプロテインレシピを開発されたということでそれ見たい方はねぜひ、はい、インスタ見ていただいてめちゃくちゃ綺麗でえ映えまくってるあのプロテインレシピがね <laughs> 載ってますんで。 できる人多分このチャンネル見てる人はあんま作れないと思うんですけど <laughs> あの興味がある方はね是非見ていただいてあこんなにおいしそうになるんだというところが分かっていただければと思います。で聞くところによると花畑さんのもとにはさまざまな プロテイン初心者から質問が届くとといいうことを伺いました、はい、プロテイン選ぶ時に困っているとかどういう観点で選ぶといいですよっていうことをあの教えてくださってるということでだかか、はい、あんまりいっぱい DM しちゃだめですよ忙しいからねそんないっぱい DM しちゃだめですけど <laughs> 一応そういう、えー、情報提供をされているということでどんな質問が来るかちょっと聞きたいなというふうに思ってですね、はい、教えていただければと思います。はいはい 多分ねあの私よりも岡田さんとかマッチョな方がより詳しいはそうなんだけどそういう人に一般の人ってそもそも聞くのが怖いしそういう人にメッセージを送ってはバカな質問したら何言われるかわからないみたいなところがあるんですけど。<笑><笑> こういう人には聞きやすいっていう本当そのマッチョと普通の人の間の役目としてやってるって感じなんです、ね、あ,ありがたいですよねだから本当に私が例えばパーソナルジムをオープンすると、うん、いやそんなレベルの高いところに私なんか行っていいんでしょうかってなっちゃうんですよそんなことないですよと <laughs> ボディビルダーだってもともとはホモサピエンスでそこから徐々に進化していくわけでだから私はそれをホモサピエンスに伝えたいと思って活動してるんですよねということで今回はうってつけの まあ窓口になってくれているわけで、どんな質問来るんですか。そうですね。まず一番多いのがその保険にすべきか、ソイにすべきかっていう質問はやっぱり一番多く来ますね。なるほど、なるほど。特に女性からそうです、そうです。プロワーさんのもう95%ぐらいは女性で、しかも運動されてない女性っていう方もその中の半数ぐらいはいるので、そもそも ホエイを飲んでいいのかとか、うん、ソイの方がいいのかとか、うん、そういった本当初歩な質問が来たりしますね。どどはい、面と向かってだといろいろ食事のこととかもこう聞きながらできるんですけど、うん、基本はあの食事で例えば大豆製品とか。うんうん あのそういうものを多く取ってる豆乳が好きとか、うん、そういう方はそのアレルギーとか、うん、特にその問題がなければホエイの方がいいんじゃないですかとかお肉食べてる人はまあまあソいでもいいんじゃないですかとかそういう言い方はしてますね。素晴らしいですね全体のバランスを考えて動物性を食事から多く取って動物性たんぱく質を食事から取ってる方はじゃあ植物性のソいでもいいんじゃないですかと。で逆もまたしっかりと全体を考えてうんうん、うん 指導されていると。だいたいね、これ筋肉目線で言うと、<laughs> まあ筋タンパク質合成筋肥大ですね。みんなが目指している筋肉を大きくする、育てるためには、ホエイ一択なんですよという結論になるんですよね。<laughs> 最近はでもそうじゃない論文も出てきてて、うそういうでもまあんま変わらないんじゃないかみたいなのが出てきてはいますけどね。でもそういうまあやっぱりホ,ホエイの方がこうなんていうんですかね、筋肉推しの人たちにとってはまあ第一選択になるっていうことが。 多いなっていうふうに思うんででも確かに食事っていうのは一日全体で考えていくっていうのを考えるとあれですね普段どういったものを食べてるか、うん、あ動物性が多いなと思ったら植物性を入れていくとそうですなんかやっぱり女子にあるあるなんですけど、うん、豆乳好きな女子めっちゃ多いんですよ、うん、豆乳好きだからプロテインもソイが好きなんですけどうん、うん 豆乳を一日に大量に取ってるんですよ。そういう人って。なるほど。やっぱり豆乳のイスフォーラボン取りすぎいけないっていうのが決まってはいるので、そこを過剰に超えすぎてるけどそれでもまだ豆乳を取り続ける人は、どうにしたらどうですかっていうのを言ったりとかはします。えー、なるほど。この間読んだ文献でやっぱり日本人は、えー、動物性タンパク質、植物性タンパク質の摂取割合が、うん、あの欧米に比べると。 植物性が高いらしいんですよ。うそうでも動物性の方が高いはずなんですけど、諸外国の方が圧倒的に諸外国欧米の方が動物性タンパク質からのタンパク摂取が多いらしいというのがあるんですよね。でもまあこれはえっと全体で考えると平均値じゃないですか。かその方がどういう生活を送っているかですね。だから今の方だったらものすごい多分植物性タンパク質が割合の多くを占めてて、それをこううまくバランスを取っていくために。 じゃ保衛飲んだ方がいいんじゃないですかとかという考えで指導というかアドバイスされているそうですね、まあ、でも最終的にはね 美味しいと思えるもののっていうのはやっぱりアスリートではないので、はい、続けられる味価格、うん、ブランドっていうので決めたらどうですかっていうのは言ってますね。な、うん、なるほどなるほほどど先ほどの,その動物性タンパク質植物性タンパク質の割合で考えると植物性をちょっと上げた方がいいんじゃないかっていうようなあの偏りがまあ世界的に見るとありそうだなという感じのデータだったんですよね。そうするとなんか 簡単には言えないんですけど、まあ、病気との関連性もやっぱり皆さん考えるじゃないですかだから、まあ、結局何て言うんですかねこれ食べてたら絶対病気にならないとかないじゃないですかいやバランスよく食べてリスクヘッジしておくのが多分いいんじゃないかなって今思ってて私もだ私も結構今ねあの大豆由来のタンパク質結構とってるんですよあそうなんですかとってます食事でっていうことですか あのサポーターを始めた、うん、オートミールと大豆粉末を合わせたオートミールライスっていうのがあって、はいはい、それを食べると大豆由来のタンパク質結構取れるっていうのがあってそれを主食にするとですね結構それで1食あたり 20g 以上のタンパク質そこから取れちゃってくれるいですよ。す <laughs> まあ私でいうとまあ常人の倍ぐらい食べるんで普通の方はそれで1食10ぐらいになるんですけど20ぐらい私取れちゃうんで <laughs> そうかそうかでも食事のベースで1 0ムであとおかずでもう2 0ムぐらいが取れちゃう取れちゃうんですよだからお肉をそんな食べなくても割と一日のタンパク質必要量取れちゃうっていう感じなんですよね、えー、そうで今結構それで私今減量中なんですけど心地よく減量できてるし体調いいし筋,の筋肉のこう筋力低下とかも感じずにできてて。 あ、今は何かこのバランスの取り方いいなと思って、やってます、ね。<ー>だから、その。回答方法があ、なるほど。と思ったんです本当ですか。はい、いや、なんかマッチョな方が、大豆取るって、すごい意外でした。うん、これ、<laughs> なぜそうなったかというとですね、去年一年間イスラエルにいたんですよ。うんうん、まあ、戦争で半年帰ってきるんですけど、あっち、豆がめっちゃ多いんですよ。<あ>ひよこ豆。うんうん、これ食べてて、結構調子良くて。うん、はい。腹持ちもいいし。それで、あ、豆意外といいなと、よく考えたら、豆って。 植物一本の源じゃねえかと、命の塊だこれはと。うんうん、このちっちゃいのにね。だから先祖なんだこれはと思って食べ始めてるんですよね。はい。<laughs> はい。ということでえっと今回 <laughs> 面白かったです。ちょっとプロテインの選び方あのもうマッチョの人たちとかボディービルダーは考えもしないはずだったと思うんですよ。<laughs> いえやホエイ一択でしょ。と でも全体のバランスを考えて整えていくためにサプリメントを活用するという考え方もできるなと思ったんで是非参考にしていただければと思います。はい、で、えー、なんかプロテインのものすごい面白い飲み方があるということでそれをバズーカお方にやらせたいということのようなので、はい、<laughs> 次の動画ではですねプロテインの面白い飲み方をね実際に 見せてていいいただいて、はい、私が実食できればと思いますちなみに「バズーカ・ニュートローション」新しい味8月頭に出ますんでよろしくお願いします。ということで今日はですねプロテインマイスターそしてプロテインレシピの研究家花唄さんにお越しいただいて一般ホモ・サピエンス女子が悩むプロテインの話からですね植物性たんぱく質動物性たんぱく質の割合をどうやって整えていくかというヒントをいただきました。今日は貴重なお話 ありがとうございましたありがとうございましたということでトレーニングっっしいってらっしゃいってやるんですかはい <laughs> 私の長年の研究の結晶であるこのバズーカホエイペプチド研究開発を重ねてさらに進化いたしましたすべての味で天然甘味料100%になりましたそしてこの柄の長いスプーンで取りやすいようにしましたスポーツサプリメントでは初のあるグラスベット低分子ホエイペプチド そして合成のスイッチを押すロイシンなど筋肉にいいものしか入っておりませんさらにアンチドーピング認証ももちろんクリアしております最強かつ安心安全なこのサプリメントでホモ・サピエンスからボディービルダーへと進化してくださいそして携帯できる最強 PFC バー6パックプロテインバーそこに完全栄養食も加わりましたさらにはマシン書籍など筋肉にいいことを皆さんにご提供させていただいておりますぜひチェックしてみてください